はい、どうもコミです。さて本日は GS さんから見ていきたいというふうに思います。スーパーボーラー関係のアタックをね、中心に見ていこうと思うんですけども、まあ、なんでこれをするかっていうと、僕最近ちょっとねドラゴンばっかだったんでスーパーボーラーに行ってみようかなと思って始めてるんですよ。実はねレジェンド中心にやってんですけども、まあ、結構ね難しかったりなんだりする点があるんですよ。スパボがねあっという間にいなくなったりしちゃうんです。でそういうのを見てて、ちょっとなんかその自分の攻め方ってなんか微妙にずれてんのかなとかいう風なね、まあ、不安を感じながら、じゃあ上手い人を見てみようということでね、今回3本アタックを見ながら一緒に考えていきたいと思います、皆さんと一緒にね。というところでまず1本目見ていきましょう。1本目はトキさんですね。まあ、今回3本とも編成が違うスーパーボーラー見ていこうと思います。まず1本目はまあ、ちょっとブランチじゃなくて、あれ、フレームシューター型のスーパーボーラーですね。さらにこれ、スーパーウィザードも入れているっていう、まあ、ハイブリッド型ですね。スーパーウォールブレーカー使う必要がないよっていう場合には、こういう風な、編成を取る方も結構います。で、まずはグランドボーデン、オデヒーで、これ、タウンホールをおそらく狙っていってんのかな。で、12時方向は迫撃砲バルーン2体できっちり潰してい、いけない、3体目追加この迫撃鬱陶しいですね。さあどうする、この迫撃ちょっといやらしいな。ジャイを当ててウィザードですね。はい、で潰していきます。いやまだ潰れないこれこの迫撃なんなんこれ。あ、だからかだいぶなんか遅れてんな。でもこっから全開いくっていうのはなかなかすごい。さあジャンプをかけていって、ジャンプをかけていってもう上方向は削るのは諦めた感じですね。スーパーボーラー、スーパー、ウィザードはまだ出さないのかな。で、キングで迫撃を壊してからシューターですね。多分これ本当はシューターが先にこの辺全部壊してくれてるはずだったんだろうけど、さあここでスイッチしていって、さらにスーパーウィザードも後ろから追従していってますね。まだトウモは使わない。トウモはここで使いましたね。一歩部屋の中に入ってからトウモを使うんですね。なるほどなるほど。序盤になんかトウモ使いたくなっちゃうんですけども、火力が一番高くなりそうな投石とか援軍が当たる真ん中の部分に来てから、トウモを使ってスーパーボーラーにきっちりとヒーラーをスイッチさせてレイジヒーラーの形を切らさないようにしてますね。これがやっぱりポイントかもしれないですね。で、ロイヤルチャンピオンも早くも出てきます。もう10、あと3時方面から6時方面にカットをしていって、で中央部分に関してはボーラーとアーチャークイーンが暴れるという格好ですね。で、キングは12時から歩いてきて9時の手前で、落ちちゃってはいますけども、ただ、まあ、その分遅れてきたシューターがまだ12時方面削ってくれているっていうところで、ロイヤルチャンピオンもシールドが残っているから結構まだ余力はありそうですね。クイーンはちょっとこれ厳しいかな。ヒーラーもいないんでここで落ちてしまいますが、まあ、最後シューターとロイちゃんで締めるっていう感じですね。いや、だいぶここの12時1時方面の迫撃砲で苦戦しましたけども、もう終わってみれば楽勝な感じになってますね。ジャンプ2枚型でしたかね、今回はね。1枚目のジャンプっていうのを、ここにかける。やっぱね、こういうところがうまいんですね。この隙間がここあるんだけども、こっち流したくないもんだから、ここにジャンプをかけることによって、ユニットをちゃんとこっちにこう、真ん中の方に誘導しますよね。このジャンプがなかったとして、スーパーボールブレーカーで二層分けとかすると結構こういうところに穴が開いちゃったりして変な方向にスパボが流れてたりするんですけども、まあ、そういうリスクを初見一発しかないこのアタックの中で置いたくないということでね、しっかりとジャンプ2枚使っても余力のあるアタックを見せてくれたトキさんのシューター型のスーパーボーラーですね。まあ、ポイントはジャンプをきっちりと、手前側に打ってスーパーボーラーを揃わさないこと、さらにはタウンホールをグランドオーデンのオデヒーで壊したというところですかね。で、トウムはこのタイミング、ここですね。入りじゃなくて、ちょっと奥まで歩いていたところでトウムを打っていったというところですね。まあ、この3つぐらいが、まあ、今回のこのアタックの中ではポイントとして言えたところなのかなというふうに思います。もう1本、ヨミさんの方見てみましょう。ヨミさんといえばなんか最近ね、スパドラってイメージがあるんですよね。スーパーボーラーもできますね。すごいな。で、こちらは、スパボ4の、ランチャー型ですね。中華式と言われるペッカスパビズの、スーパーボーラー型になってるっていう、
な感じですかね。はい、で、アーチャーで上の十二時方面、弊社を削っていきますね、これ。弊社を削っていきながら、ちょっと、すいません、よいしょ。なんか、画面低いんで、弊社削っていきながら、グランドボーデンの狙いは多分この対空砲でしょうね。ここまで切っていくと、対空砲まで切れると、ここの部分、なんていうのかな、ここが切れるんで、ユニットたちが多分こういう風にね、タウンホールの方に向かいやすくなるというところで、この対空砲を切ってますね。で、対空砲をこれ残しちゃうと、意外とね、後から、ヒーラーがこれ真ん中に入っていくじゃないですか。真ん中に入っていったヒーラーが対空砲の横打ち食らってやられちゃうっていうケースが多々あるので、これを折るっていうことは、まあ、サイドカットプラスヒーラーを守るっていう、まあ、2つの効果がありそうですね。で、バーバリアンキッチン今回は外周側に流してますね。今回も外周かな。さっきのアタックもそうですけども、ババキン外周に流すケースっていうのがなんか多そうですね。相手の防衛軍は、ラバハウンドプラス、アイスゴーレムということで、結構このスパボをやるには嫌な防衛軍になってるんじゃないかなと思います。だ自前のアイスゴーレムは2次方面、1次方面に流れていきながら、中心部分しっかりただスーパーボーラーとウッドランチャー、さらにはアーチャークイーン、グランドボーデンがヒーラー引き連れて入っていってますね。だヒーラーがこれスイッチしていないんですが、ここでヒーラーがボーラーにスイッチしていきましたね。ただ黒爆弾だいぶ吸いましたけど、ただまあトムレイジ中に、ボーラーがもうやられる前に相手の防衛 やっちゃってくれたんで、だいぶこれで、中央部分制圧していきます。うん、トームかけるタイミングやっぱり遅いですね。入りではなくてこの辺じゃなくてこの辺でかけるんですね。トームね、かけていくっていう感じになってました。やっぱりワンテンポボーラーの方がトームを遅らせる傾向にあるのかな、もしかすると。はい、で、そのまんまあとはこれもそうですね、外周流れてきたロイヤルチャンピオンで刺していくという形。さっきの1本目も、まあ、このヨミさんの2本目もそうですけども、ロイヤルチャンピオンをやっぱり最後までこう生き残らせるっていうところがポイントになってそうですね。まあ、こいつで、中央部分をこうガタッとねボーラーで潰していきながら、残った脇の方をこう、ロイヤルチャンピオンで潰していくっていう、まあ、そんなようなねプランニングになってるのかなっていう気がすいません、この2本のアタックを見る限りしますね。はい、では、もう1本見ていきたいと思います。もう1本はですねこちらかな。これよいしょ、読みたのことですね。もう1本見ていきましょう。で今回は、ウッドランチャー型の、ペッカが入っている形ですね。これネクロマンサーを入れないのってどうなんだろう、どういう風にこれされてんのかな。こういうところもなかなかね考察が難しいんですけども、まあ、プランを見ながら考えていきましょうか。まあ、どっから入っていくのかっていうのは結構重要ですからね。入っていくポイントとネクロマンサーがいらない理由を考えます。で、今カットこっち側入れてますね。入れているので、おそらくグランドウォーデンでこの辺の、マルチインフェルノまで潰していきながら、こういう風に入っていくパターンじゃないかなっていう風に思いますね。でここカットしてるんで、多分キングとなんかで、これ、ここ9時から6時方面に向けてカットを入れていくという格好になるんじゃないかな。アーチャーでこういうタンクとかちゃんと削ってるのもでかいですね。これをすることによって、まあ、終盤時間切れが起こりやすい戦術ではあるんで、こういう、HP の高い、防衛っていうか、まあ、施設かな。施設っていうのを、あらかじめアーチャーとかで殴っておくことによって、時間切れになるリスクを、まあ、減らしていくという格好ですね。で、アーチャークイーンを出してグランドオーデンを釣っていきます。グランドオーデンを釣るには、アーチャークイーン1匹出すっていうのが1匹、まあ1匹って言っちゃいけないな。1体出すっていうのが結構いいですね。で、キングを使って、この投石機の中にキング入れていくんですね。なるほど。だからこれカットしたんだ。はい。で、ウッドランチャーが後ろから刺していきつつ、前衛にはペッカと、ね、スーパーボーラー。このペッカがやっぱ前に立ってくれてるんで、こんな感じね。ペッカが、スパボの盾になってる感がありますね。で、そのままタウンホール方面に向かっていきます。ジャンプ1枚持ってるのはどこに使うのかなというところ。で、さらにロイヤルチャンピオンがここからもう出てきちゃってますね。刺していく。あ、だからここに、あれだ、ネクロマンサー入れなかったんだ。マルチインフェルノがあるんで、ネクロマンサー多分これ出してもすぐ焼かれちゃうということと、ロイヤルチャンピオンをこの方面から出していくんで、別に、ウィザードを後ろにね、こう、追従させてあげれば、施設の、なんていうのかな、回収はやってくれるし、ネクロマンサーの枠を使ってまでわざわざこうやる必要ないってことですね。で、ロイヤルチャンピオンにちゃんとインビジブルをかけてあげて、またこれ能力も残ってるんですけどね。
ホーミングシールドが炸裂して、あとはもう回収タイムというところです。うまいな、なるほどねっていう感じがしますよね。だからネクロマンサー出すっていうのはロイヤルチャンピオンを、まあ今回で言えばどういうのかな、まあありえないと思うけど、ロイちゃんをこっちからこう出すみたいなパターンだとこっち残っちゃうんで、そういう時にはこっちに、まあ、ネクロを出していくっていう、ウィッチを出していくっていうね形を作るんでしょうけど、まあその場合でもここマルチインフェルノがあるんで、まあ全然美味しくないし、ロイちゃんこっちに出す意味も全くないし、だったら、ロイヤルチャンピオンをこの8時方面から出していって、タウンホール方向に歩かせながら後ろからウィズを出していって、回収させていきましょうというねプランにしたっていうところですね。でその分空いた枠をペッカに回すことによって、しっかりペッカが前衛の盾になってくれて、スーパーボーラーを守るというね、スパボの、攻撃ペッカの盾っていうね、その2つの役割を上手に使いながら真ん中を押し切っていたというところかなというふうに思います。なるほどですよね。やっぱまあトームのタイミングだったり、まあ、序盤の、グランドウォーデンのカットだったり、あとは、シューター使うのかランチャー使うのかだったり、ロイヤルチャンピオンを使ってカットするのか、まあ、それともネクロマンサーを使うのか、まあ、おそらくマルチインフェルノの位置だったりとか、まあ、ロイちゃんの使いどころっていうのを見ながらどっちのミットを使うのかなっていう判断をしてるんだと思うんですけども、まあ、こういうところすごくねやっぱ参考になったんで、あのレジェンドだとまあ編成決まっちゃってるんで、なかなかこれっていう風には決めにくいところはあるかもしれないですけども、対戦で使う場合にはね、今のようなポイントを抑えていきながら編成組んで前回まで持っていく、あとはねアタックの流れの中のいくつかのポイントを抑えつつやってみるといいのかなという風に思いました。これね結構僕も参考になったんですけど、皆さんもご参考になっていれば嬉しいなと思います。はい、というところでですね、本日はスーパーボーラーに関するアタック3本見ていきました。こんな格好で僕のチャンネルですね、クラン対戦の解説中心にやってます。タンホール13中央メインで扱っておりますので、動画にやっと持ってもらえたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。